始まりました。 X タイム。私、はい、ホドル。はい、どうも、アメフトピックスのアイシールド11です。アメフトを日本国民に愛されるスポーツにおもっとにしているアメフト系 YouTuber です。そして、はい、X リーグの広報担当の池澤宏です。よろしくお願いします。お願いします。ウィーク4振り返っていければと思います。池澤さん、はい、ウィーク4はどういった試合になりましたかね。ウィーク4まで来るといよいよプレーオフといいますか、ポストシーズン、我々今年からのライスボールトーナメントと呼んでますけれども、はい、そういったところに出られるかどうか、順位決定戦もあってしまうのか、そういうのをね、決まってき始める週になってきます。ですからチーム同士もですね、実力の近いチーム同士が対戦することになるので、試合自体も面白いですし、チームにとっても負けられない試合になりますよね。もう今おっしゃったように、プレーオフのライスボールトーナメントに行けるのもそうなんですけど、裏を返すと下の入れ替え戦に行っちゃうんじゃないかっていう、はい、こう教えに火がついているチームもいるわけですから、うす、ね、もう本当にこの試合は負けられないっていうチームが数チーム出てきまして、うん、まあ、そこの白熱したバトルもまた面白い、ね、そうですね、はい、それでは早速振り返っていきましょう。はい、はい、まず最初は小島相模原ライズ対胎内ディアーズと、もう前節逆転勝利を収めました胎内ディアーズが、まあ、格上ですかね、野島相模原ライズに挑んだ試合だったんですけども、はい、うん、はい、そうですね、この試合はですね、野島相模原にとってはせっかく勢いがついたところでその前の節に負けてますので、その勢いを吹き返す、そしてプレーオフに出るための勝ち点を絶対に取らなきゃいけない試合でしたよね、うん、ディアーズは逆にですね、あの負け続けてたのが勝ってですね、ようやく自分たちもスーパーで戦えるチームだということが分かってきて、そして野島っていうのは逆に言うとですね、ちょうど力を測るにはいい実力差だったのかなと思うんですね、この試合は。そういった意味でも野島に勝ってディアーズも勝ち点を6にしたいという試合でしたよね。あの前回3節まで振り返った時に、はい、野島のディフェンス今年強いよ、はいはい、いいよって話をしましたけども、この試合の序盤は本当に野島のディフェンスが良かったと思いますね。これですよね、こういったプレーがありましたよ ね。ただね、これはあのこの試合は本当にディアーズのディフェンスも良かったんですよね、うん、結構粘ってはいたんですけどもね、うん、まあ、最終的には、吉田選手のタッチダウンで、はい、あのすごく大事なことなんですけど、ビッグプレーを許さないディフェンスっていうのは両チームが この試合では徹底してたと思うんです、うん、なるほど。ですから一発でポーンと点を取られることがないので、一つ一つのプレーに時間がかかるので、必然的にロースコアになっていく、うん、でワンチャンスでひっくり返せる試合展開が続くので、うん、両チームともそういった試合に持ち込んだというところで、どちらが勝つかわからないまま最後までいってるんですよね。あ、これもぎ取ったインターセントすごかったですね、うん、小澤選手、これですね、これ結構一気にモメンタムがライズに、はい、傾いたんじゃないかなと思います。そうですよね、はい、あのこの試合では本当に野島はオフェンスがあまりプレーが出なくてですね、非常に苦しんだ試合ではあったんですね、うん、ところがこのプレーであの大きく流れが変わって、この試合は野島のスペシャルチームの、ね、ビッグプレーが本当に効いた試合だったと思いますね。これをただこうブロックじゃなくてタッチダウンにも持っていけたっていうのは、そうですよね、素晴らしいかなと思います、はい、うん、ここもね、早くこう止めてるいいプレーでしたよね、野島のディフェンスがね。でここではあのフィールドゴールのブロックですよね、はいはい、やっぱりね、先ほどの、バントのブロックと今のフィールドゴールのブロック、これはね、はい、この試合では大きな意味を持ちましたね。そうですね、はいはい、ここに来てディアーズ初めてのロングゲインのプレーですかね、はい、確か我慢だったんですけども、こういったプレーが効くのはやっぱりこのまま僅差できてるからですよね、まあ、2ポゼッション差できてますので、はい、ただよく言うとここタッチダウン取り方が、ね、そうですね、あれだけのビッグプレーが出た後だったので、はい、本当にこの試合のディアーズのディフェンスは良かったですし、うん、裏を返せばライズは本当にオフェンス苦しみましたね。そうですね、長ヶ岳とモチも怒ってましたし、あの印象的だったのがこの試合が終わった後に、はい、ハードルを組む時にオフェンスラインの笠井、はいはいはい、キャプテンが、はい、オフェンス弱いんだぞもう言ってましたね。非常に激しい声が出ました。激を飛ばしてたんですね、はい、わこれはナイスキャッチでしたね。今年のディアーズはこういったプレーが多いですね、うん、ナイスキャッチとかっていうプレーが多いと思います、うん、いいパスだなとかいうプレーも多いです、ね、最後ね、オンサイドこれ取るんですよね、はいはい、今シーズン X リーグ初めてじゃないですか。おそらくそうですよね、はいはい、クォーターバック大和田選手でしたね。ああ、はい、ね、大和田選手ね、あの肩強いですからね、うん、はい、去年はエリアでしたけど1試合で、タッチゾーンだったかなっていう試合もありましたしね、はい、取ってましたもんね、エリアで。ただ僕はディフェンスが見えたなとか、そうですね、はい、ボールが短かったとか、本当は奥に投げてればタッチダウンのプレーだったんですけれどもね、うん、加藤選手を引っ込めたのは何か理由があるんですかね。おそらく試合展開の中で、ね、コーナーバックを変えることによってムードが変わるというか、
リズムが変わりますよね、はい、そういったものを狙ったんじゃないかなと思いますけど、ということで、まあ、相模原ライズ21対、タイナディアーズ6ということでライズの勝利ということなんですけど、うん、まあ、課題としては多分ディアーズこれ立ちの取ってないですもんね。そうなんですよね、決定力というところがそこでしょうね。はい、はいはい、続きまして富士通フロンティアーズ対エレコム神戸ファインエーズになります。これ異例なんですけども、2節連続で遠征というハンデがあったわけですけど、そういったところにエレコムが対戦するわけですね。今年のエレコム非常にここまで負けなしできてますよね。そういった強いチームであるのと同時に、去年のこの試合やはり関西で試合が行われているんですけども、その時に富士通が苦戦をしているんですよね、うん、そういった意味でエレコムの立場から言うとアップセットあるんじゃないかというふうに思われた試合でしたね。はい、第1クォーター、高木選手はこのようなパスラッシュを受けてパスを投げられなかった、まあ、結果的にあれファンブルでリカバーしましたけど、こういったプレー今年多分初めてだと思います。ここまでプレッシャーがあったので、そういった意味ではやっぱり今年のエレコンは違うと思います。これは素晴らしい。もう今シーズン絶好調な小梶選手、はい、昨年まではキャッチャーしてたんですけども、富士通で一番のレシーバーかって言われると、まあ、そこにまあ、ついてると思いますが、今年はかなり乗りに乗ってるんじゃないですかね。そうですよね、やっぱり振り返ってみると、今年富士通のレシーバーって変わったと、はい、松村選手が、はい、吉本選手が、はい、そういった意味で言うとね、きちんとそれに変わる、まあ、スターといったらあるのかもしれませんけど、エース級のレシーバーが知ってるんですね。いやね、このパスもですね、これ本当に見事なパスだと思うんですが、まず高木選手がボールを投げる瞬間ってまだね、サブにしてもフリーになってないんですよ。なるほど。でそこでこれだけ1対1でカバーされてると投げるかと、そしてこのボールの着地点がエンドゾーンでちょうどそのオーバーショルダーで落ちてくる地点なんですよね。これもちょっと手前でした。このオーバーショルダーで落ちてくるランドリーのパスで、いわゆるサイドライン際にボールが落ちるわけじゃないですか、はい、そうするとディフェンダーってサマジ選手の体が邪魔になってインターセプトすることができないパスなんですよね、はい、それをきちんと通してるんですよ、はい、だからこのプレーはもう通るか通らなくても相手に取られるインターセプトの手段はないというプレーですね、はい、これ松井選手ですね、うん、コンバインは松井選手見る目変わっちゃいますよね。そうですね、もう松井選手になりますもんね。、はい、やっぱりなんかこう、でもニクソン選手いてこそが富士通ランオフェイスかなって僕は思って、やっぱりジュエル・プリスリー選手だったりとか、はい、ね、来てるんですけども、正直、ニクソン選手も全然負けてないというか、このパワーとバリッチというのはもう、ね、この選手止まらないよなって思っちゃうんですよ、うん、ですね。去年、この対戦で非常に富士通を苦戦したんですけど、はい、この試合で、ニクソン選手、ファンブルロスしたんですよ。じゃあ結局はその後たくさん取って拾いってことなんですけど、ものすごい打ってるんですよ。そうですよね、やっぱりね、自分のミス許さないんでしょうね。その代わり1節目だったかな、インタビューした時はご機嫌で、ちょっと後半になってエレコムの得点がなくというところでどんどんこう、うん、点差がね、そうですね、エレコムの強さってランプレーだと思うんですよ、うん、ランプレーが強いと思うんですが、はい、先に点差を広げられてしまったので、はい、そのランプレーが武器として使えなかったんですよ、はい、それでその自分たちのムーブの展開に持っていけなかったなかなか攻めてみやったら、そうですね、なかなか攻められてしまって、ねうんはい、フィンデル選手も動き回って投げるということができなかったですよね、うん、まあ、次々に行く選手を振り出して、ね、この頃アイシールドつけてたので、はい、見せました。アイシールド21って言うんです。なるほどね、全て揃ってるんで、はい、そうです、背番号、アイシールドの背の速さ、はい、あこのパス良かった。これもね、ここはよく逃げて、そうですね、これ良かったですね、はい、最終的に粘って粘って投げて取った、そうですよね、一瞬分解しました、はい、これ本当にやっぱりピンデル選手らしい、この動いて動いて時間を稼いだし、そしてレシーバーがディフェンダーフリーキーの時間を稼いだんですけど、その前のプレーなんですけど、その前のシーンは完全にね、カバーされてるんですよ、はい、だからそれを脚力で時間を稼いで、そして本来ならばカバーされて壊れてしまったプレーをもう一回こうリバイブさせたと、はい、彼らしい、彼の持ち込んでいきたいと、ね、これを本当に本当は前半に出して、僅差のまま行きたかったでしょう。そうですね、残念ながらそういう展開ではなかったと、ちょっと間に合わなかったですね、はいはい、ということで、
富士通フロンティアーズ対エレコム神戸ファイリーズが38対7で富士通フロンティアーズが勝利ということになります。エレコムも去年はこの時期まで勝利がなかったんですけど、今年はこれが初黒星ですからね。そうですね去年ちょっとね、なかなか振るわずって感じでしたもんね。最初の試合で引き分けてから、はい、そうですよね。はい、はい、続きまして、パナソニックインパルス対オール三菱ライオンズになります。まあ、ちょっとこの試合力の差があったのか、池田さん、うん、この点差は今シーズン、はい、X がスーパーエリア通して最多得点差だったと思います。それから最多得点もありますね。まあ、この試合ですね、パナソニックの本当に怖さと、はい、強さが最後まで出ましたね。そうですね、まんべんなく出ましたね。まずこれミッチェル選手のキックオフリターンですけど、これも浴槽ですからね。綺麗な感じだな。はい、これ一気に追いついているのが夏川選手っていうのも面白いですね。引き立て役に入ってたジェイロン・ヘンダーソン選手が、はい、この説になって爆発しましたね。そうなんですよね。今のね、ランプレーなんかもそうだと思います。いい判断だなって感じました。これ荒木監督も言ってましたけど、こういったランプレーを彼が使えるということが分かったので、非常にこれは今後武器になるというような、そういうニュアンスが出てきたんですね。私この試合を見てて思ったのが、あ、ヘンダーソン選手もこれパナソニックのフェンスに掌握したなと思ったんですね。ですからインタビュアーの人にもそれを聞いてもらったんですけど、やっぱりそうだったんじゃないかと。ましたね。はい、いよいよ好きなシーンになってきた、うん、正直言うと今年のパナソニックはクォーターバックによる得点というのがあまり多くなかったかなという印象があって、まあ、もちろんね、その方がちゃんと活躍してたんですけど、はい、この試合は本当に爆発しました。そうですね、クワタリスキー選手ですね。まんべんなく活躍してたんですかね。小倉剛選手も活躍していましたし、そうなんですよ、はいはい、ちょっとこの試合のパナソニックは、まあ、ミッチェル選手、タスカワ選手だけでなくて、はい、これでこの試合でクォーターバックが3人起用するんですが、3人全員が活躍してます。なるほど、はい、これも今シーズンでは、まあ、いわゆるバックアップの選手でバックアップの選手をきちんと取るっていうのは今シーズン初めての試合じゃないかと思いますね。素晴らしい。3人もです。3人とも早いですね。早いですね。ないと思いますね。アルフォンス・オノワ選手ですね。はい。今年エレコムから移籍をしてパナソニックに入ってきました。はい。この試合で最後まで本当に点を取り続けたパナソニックが、なんかね、恐ろしく見えたのは、この時期にこういう試合をするっていうことは、もうプレーオフも見据えて完全にチームができてきた。うん、さすがにそれ荒木監督に聞いてみたら、はい、そんなことはないみたいなこと言ってましたけど、手応えは絶対に出てきたわけですよ。オリンピックもギブス選手中心に組み立てようとはするんですけども、それとね、ギブス選手はこの試合全く走れてないんです。それがパナソニックにしてもギブス選手見るのは初めてなんですか、ね、うん、きちんとそこはね、対応できたというそれは素晴らしいことですね。はい、なかなかパナソニックディフェンスがいかにすごいですか。いいとこ走ってるんですよ。アルフォンソ・オノワ選手のハットリターンです。いかついですね。僕としては気になるのが背番号です。そうなんですよね、96、はい、なるほどっていう感じなんです。去年21じゃないですか。そうなんですよ、はい、これで最高得点になるんですね。じゃあ冒頭にも言ったように73対0ということで、はい、これが最多得点。そうですね、シーズン、はい、はい、でこれでパナソニックは、ディビジョンで2位以上になったしましたね、うんうんうん、はい、で逆にオール三菱はこれで順位決定戦が決まりました。はい、ということで、まあ、ちょっとパナソニックが言っちゃえば、まあ、格の差を見せつけたというような試合になりますね、はい、続きまして IBM ビッグブルー対アサヒビールシルバースターの対決です、はいはい、もうちょっとノリに乗ってる IBM ビッグブルーが、まあ、アサヒビールシルバースターをどういう形でこう試合展開するのかっていうのが楽しみだったんですけど、はい、池田さんいかがですか。そうですね、おっしゃる通りだと思いますね。そして一方のシルバースターですよね、はい、シルバースターも順位決定戦を回避するためにはこの試合、うん、勝たなければそうですよね、面白いですね、うん、特にこれは川崎区民デーということで試合を行いましたので、うん、その川崎にフランチャイズを置くシルバースターとしてはやっぱりお客さんの前ではそうですね、はい、勝ちたいでしょうしね。しかしシルバースターさんはここでいつも練習確かしてるんですよね、川崎球場で。そうですよね、はい、そこにクラブハウスもあります。ちょっと意地でも負けられないなそういう試合ですよね、ね、これも島野選手ですよね、はいはい、これは確かセーフティーでしたかね、はい、あったのが、はい、
そうですね、2点追加しました。これがですね、加藤選手ですかね。はい、加藤。そうですね、はい、そうですね、加藤選手の日体で。ルーキーですね。はい、はい、ルーキーで、まあ、ジュレン・プリスリー選手がもちろん多分1本目だと思うんですけども、はい、たまに前節あたりから直射出てるんですが、うん、結構引きを取らないランというか、はい、はい、スクリーム以上抜けるスピードはありましたね。まあ、そうですね、はい、ここで5対0という非常にアメリカフットボールでは珍しいスコアだったんですよ ね、 すね、はい、セーフティーの2点とフィールドゴールの3点というところです。ここで確か返すんですかね、さすがの川村選手の走りで。そうですよね、これね、あの位置からのこのキックリターンでここまで走れるんですよ。なんかね、ですね、これトータルで本当に実戦プレーで何ヤード走ったんでしょうねっていう感じじゃないですか。そうですね、90とか80とかですね、はい、だからここの本当にこのタックルが、あ、そうですね、アイデムが、はい、ここよく取れましたよね、はい、で、朝日ビールが逆転というしますね、いうところですね。ここも珍しくですね、 IBM がなかなかこのタッチダウンを取れなかったと、点は取ってるんですけど、タッチダウンを取れてないと、いう中で朝日ビールがそんなに多くはなかったチャンスをしっかり生かしてタッチダウンを持ってきましたよね。確か解説の方も言ってらっしゃったんですけど、はい、ちょっと正本選手がスロースターター気味ですね。そうでしたね、はい、まあ、そんな中でもジュレル選手のタッチダウンというところで、ここですね、ここ持ってなかったですね。これはまあ完全なファンブル扱いですかね。確かにそう考えると少ないチャンスを応援してますね、シルバースターは。はい、それもインターセットで得た、まあ、ターンオーバーから得点を取るというのはとてもアメリカのフットボールでは大事ですけど、それもきちんとできてますよね、はい、そうですね。ここがね、なんでワイドオープンになったのかなという、シルバースターにしては悔やまれるプレーじゃないかなと思います。鈴木隆起選手のパスですね、はい、ああ、これ良かったですね、フェード、はい、GMI フェードパターンの、これ正本選手が得意としているプレーの一つじゃないかと思いますね。これ大海選手にもよく使われて、そうですね、はい、これを今回白根選手に使って、うん、もう本当前半終了間際、これができる選手は X リーグでもそうそうはこだわっていないんじゃないですか。そうですね、これね、この直前に1回ねタイムアウトを取ってるんですよ、シルバースターが、はい、でそのタイムアウトがフィールドゴールの時によく取れますけど、はい、こんなところで取るんだなと思ったら、してやったりでしたね。そうですね、はい、取って正解のパフォーマンスですね、はい、でロックレー選手がね、怪我をしたのが途中で退場するんですよね。でしばらく、はい、サイドラインで、はい、治療を受けたりするシーンを見ました。でその間、田中選手が出てきましたね、はい、京都大学出身ですかね。本当に倒れないですね。倒れないですよね。このバックの鈴木選手もね、はい、よく大施設が使われている選手ですね。そうですね、はい、はい、でロクレ選手は戻ってきます、うん、この点差でこのもう第4クォーター入ってますよね、はい、ここでタッチダウンを取るってことがとっても大事なんですよね、シルバースターとか、ね、はい、ああ、これまたですね、はい、はい、欲しいタッチダウンもここで取れたっていう感じですよね、はい、ところがですね、この前のプレーなんですけど、2回連続でクォーターバックサックとそれからロスタックルを、はい、ロクレ選手が受けてるんですね、はい、そこで1分ぐらいの時間かかっちゃってるんですよ、うん、それが最後に響いてくるんですね。なるほど、はい、そういうことですね。今ワンポゼッション差で推移してますよね。ところがそこで終盤に取ってみれば、使わなくてよかった1分少々使ってしまったがために最後に追いつく時間がある。なるほど、アメフトらしいですね、はい、ですからこのハイライトの映像には残念ながら映ってなかったんですけど、森田選手ですね、森田選手の、はいはい、その2つ連続森田選手がクォーターバックサックして、ね、2回目は、記録上はロスタックルということで、はい、まあ、クォーターバックサックルも見えるんですけど、うん、そのプレーをした、この2プレーというのは非常に僕は大きな意味があったと思います。ということで28対21で IBM ビッグブルーの勝利というところで、はい、なかなか見応えはあったんですけども、それちょっとの差が、そうですね、勝利に直結したということですね、はい、はい、続きましてオービックシーガルズ対朝日飲料クラブチャレンジャーズの一戦です、うん、正直ですね、ちょっとオビックシーガルズ今シーズンちょっとこう大丈夫かみたいなところはファンの間では言われていたところなんですけども、はい、まあ、そこをこうちょっと払拭するような試合だったかなっていうのは僕は感じましたね、うん、そうですね、正直苦しい展開を強いられているのが多いですね。第2節ではエレコム神戸と引き分けに持ち込まれたといった、はい、試合だと思います、はい、第3節もですね、ジェイソン・スミス選手の、まあ、ターンオーバーが多くてですね、はい、非常に最終的には勝ちましたけど苦しい試合です。そうですね、はい、木下伸之選手のレジェンド木下選手、そうですね、ですね、ようやく待望の待望でした、ね、
だいぶ X ファンからしたら久々に見たりとかしたいな、木下選手。そうだと思いますね。はい、あ、ここも技ありでしたね。ロバーツ選手の。もう多分ワンハンドですかね。ワンハンドですね。はい。決まりました。もう本当にこれ身長差。ただどちらには繋がりませんよ。なので、ね、ここでやっぱりタッチダウン取りたかったですよね。はい。中井さんです。そしてこの後この辻さんがおっしゃったこのパントの場面ですね。はい。ミクシーガルズがかなりいい位置してますね。ポジション取りました。はい。まあ、ここで負けないのが西村の中ですね。ここ一回タックルされてるんですか。はい、タックルされてるんだけど味方のブロッカーを抜けたと。はい、ね、はい、さらにこれ続きましたよね。うわー、これが通ったんだ。はい、第3からあと1ヤードのところ、佐藤選手の佐藤選手。ここまではかなり朝日飲料も接点というかかなり食らいついてはいるんですけど、はい、ここまでを、ね、見ていると決してそのオービックの調子が悪いというよりは朝日飲料が非常にいいプレーをしてます。そうですね、ロングパス通ってますし、ああ、このプレーが来ましたよね。このプレー大きかったですね。はい、田中雄大選手のインターセプトですね。これが流れを変えたと言っても過言ではないんじゃないかなと思います。これは大川原選手ですかね。はい、広い、はい、かなりこう荒々しいロングセルというか、他のビッグエイト時代から見てたんですけど、ああ、なるほど、はい、もうこういうなんかこう掴まれても西村選手みたいにスッていくんじゃなくて、なんかこういうね喧嘩みたいなぐらいの、21対10とします。さらに、うん、でこの日のねジェイソン・スミスまた調子良かったですよね。いいパス投げました、ね、はい、運動能力そして今度はジェイソン・そういうところが、まあ、ジェイソン・スミス選手の、まあ、元ワイドレシーバーというのがあって、はい、これは真骨頂なのかもしれません。そうですよね、まあ、もともと大学時代でもね、あのコーダーバックが少しやっていた、そうですから、はい、ね、はい、トットプレーバーです。まあ、いわゆるアメリカのカレッジを使うトレーバーですね。素晴らしいですね。35対10、今の競り合いの中でボールキャッチできるとこれは見事でした。やっぱそうですね、あの亀山選手、阿部選手、はい、光ってましたね。もうロバート選手に負けるかと言わんばかりの、はい、うん、これ実はあの点差開いてますけど、その中で最終的に朝日飲料が点を取っていきましたね。これ実はすごく大きいです。まあ、この試合最終的にオリックは最初に1分けということで負け出しを続けるんですが、はい、朝日飲料は逆に1勝のまま最終戦うん、実はこの2チームが所属しているディビジョン B というのは非常に今一緒のチームがあるので、はいはい、最終節の結果以下でプレーオフに1チームがプレーオフに入って2チームが順位決定戦に、うん、その2チームが どれになるか分からないですね、はい、もしかすると1勝で3チームになる可能性があるんです、はいはい、そうすると得失点差というのが関わってくる。だから今この朝日飲料が最後に取ったタッチダウンというのはものすごく大きな意味があるんです。そうですね、まあ、アメフトというのはシーズン終盤になってくると、はい、まあ、勝ってるか負けるかとか以前にも点数が絡んでくるってことですね。そうですね、はい、それが、まあ、惜しくも敗れたということで35対16で、オビックシーガルズの勝利となります。はい、はい、それでは最後東京ガスクリエイターズ対お隣福岡サンズの一戦です、はい、僕の中で、ウィーク4の中ではかなり1番目か2番目ぐらいにベストバウトだったかなと思ってるんですけども、はい、またこう点の取り合いってわけではなくて我慢で両チーム頑張って最後に東京ガスが勝利したというわけなんですけども、はい、そうですね、おっしゃる通りだと思います。特にその今季初勝利ということと、それから、まあ、プレーオフに出られるかどうかというチャンスと最後の望みをかける試合だと思うので、はい、両チームともそういった意味では重要な試合、そしてそういう試合だということを見て考えながら見ると本当にもう最後まで分からない試合、点差の試合でしたし、うん、いい試合だったというのは分かると思いますね、はい、どっち勝つんだっていうところですよね。はい、松田選手、ね、スタートチームヘッドのところで説明させていただきますと、はい、ポジションが主になるんですね、松田選手って書いてあるんですね、はい、福岡教育大学出身でして、はい、言っちゃえば下部リーグ、九州の方でもちょっとあまり強くはないポジションだったので人数が少ない。松田選手は確か大学時代のポジションが、はい、QB、レシーバー、ランニングバック、うん、DF、キッカーみたいな、うん、まあ、ちょっと地方リーグあるあるで、はい、運動神経リーグとかいろんなポジションを増やすということでやってたんですけども、はい、ただこの指導だけじゃなくて全部
高いレベルだったんですね。ということで、まあ、吉野さんともサイズをつけて、去年は確か DL とか出てたんですけども、そしたらダニエル・ウェイズ選手が、ちょっと負傷で、2節目あたりで亡くなってしまったので、松田選手が出してしまった結果、はい、結構、この試合は活躍したっていうことですね。はい、エクスリーグで発表しているデータブックの方が、はい、はい、福岡さんのページを見てみたら、はい、松田選手のポジション、オール。いないんじゃないですか、ここは。オール、いやいや、オールっていうポジションないですよ。ないですね。はい、まあそんなこともあれ先制点がですね、はい、福岡サンズの3点ということです、はいはい、やはり、まあ、サンズとしてはこの男を止めれるかどうかっていうところが、まあ、うん、キーになってきたと思います。はい、東京ガスには、そして東京ガスこの試合で先発クォーターバックに務めた若林選手なんですよ ね、 そうですね、はい、本来ならばリース・ポイ選手が出るんですが、リース・ポイ選手が負傷で出られる、はい、ただ前節の試合も若林選手ではなくて中井選手、中井敦樹選手が出てたんですよね、はい、で若林選手ねこの試合前にあまりそのコーターバックとして練習はできてなかったんですよ。それでもきちんとアジャストしてるんですよ。いいですよ、ということです。はい、と思いますよ。名城大学出身なので、はい、こちらもまた東海地方の、そうなんです、出身なんですけども、実は今年の3月に CFL のための国内コンバインで、彼もそこに参加してたんですね、はい、その時にパッシングドリブルがあるんですが、はい、その時のパスが素晴らしいという、そうなんです。でインターセプトですかね、左に投げておれば、これは弾かれたパスですよね、ですから、はい、またバックとしてはちょっと残念ですけどもね、そうですよね、はい、ただここもね、サンズのタッチダウンまでに行かせたね、そうですね、抑えましたよね。このタッチダウンで行かせたら、また流れはちょっと変わってた、大きく変わっていた場面ですよね、はい、ターンオーバーからのタッチダウンってインパクト大きいですから、ね、そうですね、あ、ここですね、この試合多分唯一ぐらいの超ロングプレーだったんじゃないですかね、この林選手は。林選手は昨年結構活躍して、ゲロットエヴァンスエヴァンス、はい、エヴァンス選手、はい、もうまあちょっと限り隠れがちだったんですけども、うん、まあ、もちろん日本大学時代といえば1年生から出場してますから、はい、まあポテンシャルももちろん高いというところで、そうですよね、はいはい、見せましたね、この一発タッチダウンは。去年の終盤もパスターゲットになってましたからね、はい、で、ここでやり返すと、はい、マックス選手は、この、ね、ビッグプレーの応酬が良かったですよね。そうですね、この試合の花ですと、マクセル選手、最初のシリーズですからね、はいはい、ああ、そうです、はい、ずっと出してそうだ、僕は本当に先生の応援されキャラだと思って、はい、でしたよね、伊藤選手ですね、伊藤選手ちょっとこの試合なんか捕まってましたね。今年の東京ガスのディフェンス反応早いですから、はいはい、伊藤選手みたいなタイプのプレーだと最初の動きで反応されてしまうかもしれないですね。逆にちょっと印象が悪い、うん、そうかもしれないです。伊藤選手があそこまでいとも簡単に捕まるシーンってあまり見てはないですね。そうですね、はい、インターセプトがまあちょっと最後決定だよね。そうですね、ただまあこれはもう守った方を褒めるべきインターセプトじゃないので、多少ボールは長かったんですけども、はい、シチュエーションとしてはこういったパスを狙っていかなきゃいけない場面だと思います。攻めに行ってのインターセプトは、ね、無理やり投げたパスじゃないので、うん、これはあまり後悔することではないかなと思います。仕方がないかなと思います。東京ガスを褒めるべきですね。はい、だと思いますね。まあ、東京ガスはやっぱり育三スーパーにずっといたので、全敗対決といえど、うん、負けるわけにはいかないという。最後でこういうプレーも出るというところでしょうかね。はい、ただまあ、サンズとしても善戦したというところで、はい、まあ、金さんが13対9で東京ガスの勝利。そうですね。はい、で今、これによってですね、アサヒ飲料と東京ガスが一勝同士で並びます。そうですね。で、お隣、福岡は、最終節、アサヒ飲料と当たります。そしてここで福岡が勝てば1勝チームが3チームになる可能性が出てくるわけですね、うん、そうすると東京ガスと朝日飲料の対決では朝日飲料が勝っているので、はいはいはい、そうすると朝日飲料も1勝して東京ガスに勝っている、東京ガスは福岡に勝っている、福岡は朝日飲料に、まあ、勝つと今仮定して話をしていますが、そうすると三つどもえの形になるので、はい、同じ1勝として得失点差になる、はい、ということで、ここまでにどれだけ点を取ってきたかというのがとても大事だという話です。そういうことですね、はい、
ってなった時にさっきの阿部選手のタッチダウンだったり、そういうのが、まあ、重要になってくるってことですよね、はい、あそこでタッチダウン取ってよかったってなるのはどのチームかっていう話ですね。そういうことですよね。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、それではウィーク4の振り返りは以上になります。池田さん、はい、ウィーク4改めて振り返っていかがですか。本当にプレーオフが見えているので緊迫した試合がありましたよね。そしてその緊迫した試合の中でここぞっていう時にビッグプレーが出るとか得点をきちんと得点に結びつくプレーが出るチームがやっぱり本当に強いんだなと思います。で、残る一節でもそういったプレーが出せるチームがやっぱり勝ってくると思うんですよ、ね、僕としては開幕直前スペシャルで言ってた外国籍選手今年かなり多く入ってきましたけども、はい、その選手たちがだんだん馴染んできたのがこのウィークだったんじゃないかなと思っております。なので、はい、この選手のこういうプレー期待してるなとか、ジェロ・ヘンダー選手でどういうパスのかなみたいな、そういうところの結果が出てきた試合がかなり多く詰まったウィークだったので、はい、僕としてはかなり見応えがあったウィークでしたね。はい、と、はい、いうことで最後ウィーク5ということですので、うん、皆さん楽しみということです。ウィーク5はディビジョン、両方ともディビジョンがですね、1位と2位のチームが対戦をします。そして1位と2位チームとも負け出してきてます、うん、勝った方が1位になれるという山場ですね。面白いと思います。はい、ありがとうございます。はい、それでは本日は以上になります。はい、皆さんまたウィーク5をお楽しみに。それではさよなら。ありがとうございました。